本当に気に入っているところなんですけど、シャネルの生地で一つ一つ手作りで作ってるお店があって。こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。はい、今日はですね、視聴者の皆さんからこの私のカチューシャコレクションを見せてほしいということだったので揃いました。ごめんなさい、予想より多くて。そうですか、はい、コメントしてくださった方は責任取ってください。京都とかにも置いてあるんで、まあもうちょっとあるんですけど、これがお気に入りバージョンです。何個あります？20個以上？29、30。かわいい。30です。カチューシャ好きですよね。大好き。なんでですか？私一本も持ってないんですよ。ああ。結構カチューシャですごい便利で、おしゃれアイテムの一つになるんですよ。で、はい、ちゃんとしてる感も出るし、こう髪がバサッてなんないじゃないですか。額を出すっていうね、これ結構大事なんです。どう大事なんですか？清潔感。前髪いらないってことですか？そうそうそう、前髪ないですね。うん、はいはいはい、やっぱ前髪をこうやってパッチリとかってやってみたこともあるんだけど、どうしてもそこに刺さってニキビができたり、はいはいはい、なんかそういうものができちゃったりするから、まあこれはまずダメだなっていうのと、もちろん流してセットするときはね、ありますけど、はいはい、でもそうじゃない、自分でね、それができないときにちゃんと人に会うときの清潔感とかっていうので、カチューシャがあればしっかりこうおでこを見えて顔がしっかり見えるじゃないですか。これは大事かなというふうに思っております。で、はい、ちょっとポイントでつけるだけで、まあ、例えば今日で私真っ黒い服ですけど、ポイントでつけるだけでなんか顔周りも明るくなったり、ちょっとおしゃれな感じも出るんで。確かに。なんでカチューシャちょっとこだわってます。だからこのね、こういう中にちょっとワンポイントしないですよ、しないですよ。撮る前に言ったじゃないですか、今日はしないですよって。結構私これ太めで高さがあるじゃないですか、うんうんうん、これ結構抵抗あると思うんですよ、うん、でもこういう細いシンプルなやつ、こういう細いシンプルなやつは割と使いやすいんですよ。で、このフェラガモのやつは、これバーバラなんですよ。もうバーバラ使ってたやつ、まあ、例えばこれとかの。いやどうしました？やっぱりどうしました？いや、みんなどうなのかなっていうのは思ってると思うんです。なんでこれをちょっとつけてもらいたいです。なんかちょっと付け方がなんか家にいてしたことないですね。戻すの、なんかこう顔からやるってますみたいに今なってるじゃないですか、うん、これちょっとダメなんですよ。ちょっともうちょっとこれをですね、ちゃんとここからやってほしいんですよ。どこもう際からちゃんと、際からこういうところがわさわさ今出ちゃってましたから。あ、一回かければいいんですよ。ちゃんとここからね、ここからこう、そう、入った。そこからこの分け目とかをちょっともう一回こう、はい、そうです。でそこでこうちょっとこう整えるっていう感じ。うん、かわいいですよ。ほら、カメラマンが笑いこらえてますけど大丈夫ですか？ちょっとかわいい。ちょっと、うん、なんかすっきりしてるふうに見えるしってことですよ。もう反応、はい、鏡をどうぞ。へえ、初。なんかわさわさなってるのに、こう前髪をいじるみたいな行為って、お食事中とかも失礼じゃないですか。そうなるくらいならちゃんと。で、これいただけると。違いますね。なんか予想よりちょっと。ちょっといいじゃないですか。いけてました。だからこういう細いやつだと使いやすいと思うんですよ。こういう太いやつだと、これ結構。絶対爆笑するやつですけど、大丈夫ですか。で、なんかね、行き過ぎなんだよね。え、ちょっとおばちゃん、見て、じゃあ見て。カチューシャ見て。いいじゃないですか。ちょっと、行き過ぎで、で、しかもこうなっちゃってるでしょ。これがダメなんですよ、多分。ここだからちゃんとこうして、これぐらいで、カチューシャってここら辺までなんですか？こうやってほしいんですよ。なんか、いや、それはさ、カチューシャって顔を洗う邪魔みたいな時はもうそこまで行ってもいいんですよ、うん、でちょっと今おしゃれでつけてるわけじゃないですか。意外と手前なんですね。だからなんかもうちょっと行き過ぎですね。まあそれもなんか顔周りがちょっと赤くなってまあいいですね。なんでほら、ちょっとここに同じ服のカラーがネイビーとか入ってたりして、ちょっとコーディネートを服によってするんですよね。あ、
思ったより痛くもないんですね。なんかカチューシャって痛いイメージがありました。私もなんかこう痛いの嫌いだから、うん、まあ、自分が気に入ってるやつはもう全部その痛くないやつをちゃんと試してなってます、うん、なんか先生太いのしてるイメージがすごいある、うん、それはファッションの一部でしてるんで、まあ、やっぱりちょっと顔周りにもインパクトがあるようにちょっと太めでタクサがあるっていう、まあ、最近のお気に入りですね、このエルメスは。今お気に入りのエルメスですけど、まあ、その中でも、まあ、これは使いやすいです、ね、裏もね、うん、こうなってて、これ全部裏そうなってるんですか。そう、裏が全部こうなってる。おしゃれ。まあ、ここまでは全部スカーフの生地なんですけど、これだけレザーなんですね。でレザーだけどすごく柔らかいし痛くないんですよ全然。でこのキラキラは、ドルチェのカチューシャです。これはあのパーティーとかいう時でもいいし、私はもうあの普段でもすごいシンプルな服にあのここだけあの入れて使いますけど、でここからがシャネルですね。もう見て、もう分かる通りですね。分かると思いますけど、もうこのシャネルで太いのもあんまりないし、これもパールで、これはまあシャネルならではのチェーンですよね。これちょっとオリボンで可愛いかなっていう感じですね。和子先生もカチューシャ好きだったんですか。だからしょっちゅうカチューシャしてますからね。やっぱりなんかね、うんうん、額を出せっていうデコ、そうカチューシャはよくしてて、うん、だからまあこの辺のフェラガモのやつはもうバーバが、ね、うん、してたやつだし、あとこれもそうですね。こういう細いのもこれもシンプルなんだけど結構2万ぐらいする高いんですよ。どこのですか。これね、どこのだったかな、書いてないですね。書いてないんだけど、なんかこう百貨店とかで見つけたら買うっていうのを私やってて、バーバに買ってきてっていう人なんで、そうだからこれとかは何本か持ってます、うんうん、でそっからここからですか、うん、そっからの3つがグッチ、ここで最後がビトン、あ、ここが、うん、そこがグッチです。でこちらがビトン、これグッチなんですね。これグッチなんです。へえ。この前のやつはちょっとこれとかもうどこで買ったか分かんないんだけど、とにかくなんかこの形でリボンがついてたり気に入ったら買うんですけど、これサイドなんですよ、うんうん、だから大人がつけても、まあ、上とかだとまあ結構抵抗ある人もいるかもしれないけど、サイドなんで大人でもつけれる。だからこれもサイドにリボンになってるからそんなに甘く見えないっていう感じですね。でこれが、まあ、最近私もう本当に気に入っているところなんですけど、京都の嵐山にシャネルの生地で、あの一つ一つこう手作りで作ってるお店があって、まあ、これカチューシャだけじゃなくて、あのイヤリングだったりピアスだったりあのハットだったりいろんなのをこのシャネルと同じ生地で作ってるお店があるんですけど、まさに手作業なんで数が全然ない。だからもう行ってあったらラッキーみたいな感じで嵐山行ったら覗くんだけど、まあ、っていう感じですね。でこれはあの韓国でキラキラ、アイちゃんと一緒にスワのキラキラを探してた時にこれを買いました。でこれはね、パールなんだけどなんかすごいめちゃくちゃ安かった気がするんだよな。え、それも韓国ですか。そう、これもそうだったと思う。まあ普段なんかパールとかついてる T シャツとかあのブラウスあるじゃないですか、まあ、それに合わせてると統一感があっておしゃれかなっていう。だからファッションに合わせて買ったりもしますね。これは多分ね、普通の人はちょっとつけにくいかも。どういう意味ですか。いや、これ結構大きいんで、やっぱリボンが、うん、これサイドなんだけど、まあ、このトップのところから来てるんで、うん、でもちょっとおしゃれですよね、こういうのつけてると。なんか帽子代わり、でも帽子ってやっぱ失礼になるじゃないですか、うんうん、お食事とか。でも撮影者は全然フォーマルでも大丈夫なんで、これはリボン、これはレザータイプです、ね、うん、で、これも私たまたまその銀座の三越でポップアップやってた時にもう入ったところでやってたから見つけて、でこれを買ったんですけど、まあカラーも違いはあったんですけど、まあ割とここにもボリュームのあるお花があって、これも結構1本2万ぐらいしたかな。さっきネットで調べたらそれぐらいします、うん、なんでこれもおすすめです。これ全然本当に太いけど軽いし痛くもない。ここに載せれるやつは概要欄にメーカーも載せておきます、はい。ネットでも買えましたね、この辺は、うん、だからトータルコーディネートとして考えていつも選んでますね。服を決めて合わせるっていうパターンもあるし、もうカチューシャメインで今日はこれをつけたいからこれを着ようとか、
ていうカチューシャをこう着たらせるみたいな時もありますけど、まあその時それぞれの TPO に合わせて使っているのでこんだけ数が多いと。でも本当にこのエルメスのカチューシャはもう見つけたら買った方がいいと思います。それだけないってことですか？うん、やっぱりあんまりない。この太いのよりも半分ぐらいの細いやつとかも ありますから、お好みで選べると思いますけど、だから私もそこ店頭に入ってあったら買ってます。変わるじゃないですか、お気に入りって今。へえ。夏。それはね、やっぱこれですね。なんでですか？これからの季節にこうすごいいいかなと思って、華やかじゃないですか、なんで割とこう夏って着るものがこうシンプルになる。まあ冬ってスカーフでちょっと顔周りをこうアレンジしたりとかいうことはできるけど、まあシンプルな T シャツにパンツとかデニムとかっていう時でもちょっとこれをポイントに入れるといいかなと思うんで、結構明るめの太さのある今これがおすすめかなと思います。ちょっとつけてみて。こうですか？はい、じゃん。またちょっとさっきのとはキッとする、ね、違いますね。そうで今日はこれ黒ですけど、これだったらもう本当にショッキングピンクの服でもいいし、黄色でもいいし、あとネイビーでもいいしって合わせると、なんかここに入ってるカラーとなんか合わせるといいかなと。なんでやってみてください。まずは細いのから。私は、はい、細いのからやらないな。機会があれば、はい、ぜひ挑戦したいと思います。はい、はい、ということで、今日は皆さんからご要望いただいた私のカチューシャコレクションをお届けしました。ぜひこれからの夏にも参考にしてみてください。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。